ミュージカルカフェへようこそ。今日は歌や演技をしている時にどうしても喉ばっかりにいってしまって、なんかもう全て喉でやっちゃう、どうしたらいいのかなって悩んでる人にワンポイントアドバイスしたいと思います。このチャンネルではミュージカルの基礎、役立つワンポイントアドバイスをしている動画です。皆さんぜひチャンネル登録をしてくださいね。それでは今日のワンポイントアドバイスです。どうしても声が私というか、私うまくいかないの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 ってなっちゃう人は、ちょっと力には力でですか、力がかかっているのを抜いても、そしたらどうしたらいいのってなっちゃうので、力を勝る力で、こっちの力を抜けていってもこっちが勝つよっていうやり方をやってみたいと思います。要は喉にめっちゃ力入っちゃうのはきっと分かってると思うんですよね。どうしても喉ばっかりにいっちゃうよ、じゃあ喉じゃない、じゃあ開けばいいのって言ったらってなっちゃうので、今言ったみたいに力では、力には力で、じゃあどこに力をかけるのかっていうことですね。一番いいのは体の体幹にしっかり、体に私、私、私、私ってグッと力が入って、私、私、私、これ腹式呼吸にもなっていくんですけれども、でもこれをやった時によくなりませんか、あばら骨、あばら骨のところに力が入っちゃって、私、私って言ってるのがなんか腹筋のような気がしてしまって、腹筋本当は体の体幹はもっと中にいるのに、ここに力が入ってこっちに来ないって永遠やっててもしょうがないので、では前じゃなくて後ろでやってみたいと思います。前でやるとどうしても声前に出しちゃ こうお客さん前にいるから前に声出しちゃう、じゃあ喉に行っちゃうっていう方に、背骨ですか、この背骨後ろに1本通ってますね。この背骨からあばら骨ってこうついてますよね。こっから骨についてるわけですよね。その中に肺がいるんですけども、力をかけるときに前に行ってしまう、喉にも力がかかっちゃう、お腹って言ったらあばらに行っちゃう、全部前に行っちゃってるのを全部後ろの力で、前の力よりこっちが勝つようにしてほしいわけですね。じゃあこの背骨のところを触ってみてください。こうやって、はい、この背骨のとこからこうあばら骨がついているんですけど、この背骨の真ん中にこう力をキュッと入れるんです。でするとなんかお腹に力が入りませんか。この背骨のところからあばら骨がこうついてるんですけど、それをちょっとあばら骨が背骨の方に戻ってくる感じです。それは寄せるって感じですね。背骨の方にあばら骨を寄せます。そうするとあ、なんか体に力が、ここはあばら骨、ここじゃなくてこれがキュッてなったら、あ、体幹が支えられる。じゃあこれでトレーニングしてみてください。これで歩く、1、2、1、2、1、2、1、2、この背骨挟んでるやつが取れちゃったら1、2、前に体重が来てしまいますよね。だから後ろの背骨をクッと寄せて歩いたり飛んだりした時に、この背骨キュがなくなるとこうなっちゃって、こわーっと喉に力がかかっちゃう、あばらに力がかかっちゃうっていうのを、この背骨をキュッ、このまま、このまま、はっ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 、こうなると、はっ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 、こうなると、はっ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 、体幹に力がかかってきて、喉ばっかりに出たやつがこうなって、体幹でハッ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 、それで腹式呼吸を取り入れてください。ハッ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 、あ、うまくいったやんっていう風な感じになってもらいたいですね。だからイメージはお客さん前にいるから、どうしても前に前に、これがめちゃめちゃ下手くそって言われる状態です。それ前に前に、何でも前に前にじゃなくて、私はお芝居をしてるんだから、お芝居をしてるんだから、でも前にやっちゃう、そう、こう私を芝居してるんだからってなりたかったら、この背骨をキュです、背骨をキュ、このままお芝居をしてみると、体の軸がしっかり支えられて、体が前に前に、喉に喉に行かなくなりますから、今日のワンポイント、力には力で、
ですか、力を抜くんじゃなくて、力もしゃあない、かかっててもしゃあない、じゃあもっと力をこっちにかけよう。そうですね、そうすると、前から後ろに体重がかかってきて、体幹がしっかり鍛えられた状態で声が出ていくと思いますので、皆さんそれちょっとワンポイントで、今から立ち稽古しなくちゃいけないんだとか、例えば今からオーディションしなきゃいけないんだってなってくる、はっ、手前に行かないで背骨ギュッ、なんか落ち着いてきたなみたいなことをやってみてもらったらいいかなと思います。はい、それではまたこのチャンネルではいろんなトレーニング方法、ワンポイントでできる、トレーニング方法を配信していきたいと思います。皆さんぜひチャンネル登録をして、またミュージカルカフェにお越しください。